クイーってやっていく。ほら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 。おお、簡単簡単。これすごいわ。どうも皆様こんばんは。フィルムうまく貼れてますか？セゴリタ先生でございます。というわけで今日ご紹介する商品はこちらです。トラスのスナピエルです。こちらはどういった商品かっていうと、気泡が一つも入らず、ホコリも消してくれて、吸着力も復活するという三拍子揃ったものです。僕はですね、まあ、常々言ってますけど、めちゃくちゃ不器用です。いろんなことがですね、うまくできない人間なんですけれども、その最たる例がフィルムを貼るっていうもの。気泡が入らずに貼れたっていうことが人生で一回もないですね。マジで一回もないぐらい、ほん本当に下手くそなんですけれども、これはですね、どんな状況下であったって完璧に貼れると。しかも何度でも復活するし、多少ホコリが入ったってなんともないという、そんなすごいものらしいです。一応それがね、特許になってるみたいなんですよ。しかもアマゾンの評価もね、高いので、こちらご依頼いただきましたよ。ビシッと作っていきたいんですけど、本当かマジでわかりません。全くわからないです。いつも通り検証していきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらがですね、トラスのスナピエルです。開けていきましょう。たらー、おー、トラスっていう風に入っていて、後ろ側にはですね、なんやら文字が入ってます。パカ開けていくと、フィルムと、あとスナピエルメイトっていうの書いてあるわ。リペアパッチ、あ、ホコリ取りかな。まあ、そんな感じのもんが入ってましたね。で、申し込む保証登録とかっていう風になってて、なんかこんな風に立てられるんか。あ、こういう風にして、なんかあった時にはですね、連絡してくださいね的な感じのですね、カードが入ってます。他にもアルコールのペーパータオルとか、ホコリ除去用ステッカーとか、柔らかい布とか、フィルム買ったらですね、とりあえずはついてくるやつ一通り入ってますね。それとスナピエルの取説だ、入ってるわ。ガラスフィルムと修復用のステッカーだって。何なんだろう、この修復用のステッカーってのは何なのかな。あ、なんか書いてある日本語で、軽い傷がついたりした場合にもシリコン層を修復することができるだって。すげえな、万能じゃん。そんなことできんだね。そんでガイドですよ。これでいいんだね。めちゃくちゃ半信半疑なんだけど、とりあえずやってみる？トップっていう風に書かれてるんで、これが上ですね。汚れを拭き取って、で、じゃじゃん、これですよ、スナピエル。こんな風になってて、もう貼っつければ、いや、こんな感じだ。おー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 。取れました。一応映ってるけど、こんな感じの普通のフィルムだけどね。そんな違うんか、これ。よいしょと。なんかこういう風にやってたんだよね、CM ではね。バーンってやって、めっちゃ今のところは入ってるけどね。今ここに思いっきり気泡とか入ってるけど。手でなぞれば全部消えていく。あ、ないわ。おー、マジか。ガイドとかなしでやってみる？適当に、よ、貼っつけてだ。おーおーおー、すげえ、全然大丈夫ですね。めっちゃ綺麗に貼れますね。あと、なんか、ホコリ吸着機能みたいなのがあるんだよね。ちょっとそれも試してみるか。じゃあちょっとわかりやすいようにですね、ちょっと色付きのホコリとして、パラパラ落としてですね、このように微妙にホコリっぽく色付けてみましたけども、わかりますかね？実際やってみるか。上に被せて、あ、さすがにこう粒子がでかすぎるとやっぱダメなんだね。ホコリ思いっきりついてるなー感があるんだけど、でさっきのこれですね、修復のステッカー的なやつか。吸着面をペタペタやる。こんなんでほんと復活すんのか、これ。ほんと大丈夫なの。あ、でもペタペタはなんか復活したわ、確かに。ペタつけて、はいはい。おーおーおー、すげえすげえすげえ。確かに便利だわ。わかる？ほら、マジで気泡入ってないわ。吸着力も復活してますよ。すごいね。でもこういう四隅んとこだね、こう微妙になんかね、ホコリっぽいのが残ってると残っちゃう感はあるね。こういうところもちゃんと取らなきゃダメなんだね。でもね、見たところね、ほんと全然入ってないよ。全然大丈夫です。すげえな、これマジで。最初の段階でめっちゃ綺麗にしておいて、吸着力がですね、なくなっちゃったかなっていう時も、ペタペタをつけると、なぜか復活するんですよ。ちょ、これのメカニズムもして全くわからないけども、ちょっと、わかります？ひっつく感あるんですよ。不思議だわ。この吸着面ですよね。これを、クイーってやっていく。ほら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 。おー、簡単簡単。これすごいわ。この辺なんかもうね、思いっきりブレブレですけどもね、やっぱガイドつけてないからめっちゃ適当感あるけど、それでもですね、しっかり貼れてます。すごいね、これはめっちゃすごいわ。はい、じゃあちょっと見えにくいかもしんないけど、ここにフィルムがありますんで、ちょっと洗っていきましょうか。
思いっきり洗ってるけどいいんだよね。まあまあ綺麗になったかなっていう感じではあるので、これをしっかりですね水気を拭き取ります。さっきからねつけたり剥がしたりしてるんだけど、弱いやつだとね剥がすときパリ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 っていっちゃうんだけど、全然そんな感じしないですよ。めっちゃつけたり外したりしてもとりあえずは大丈夫そう。ピカピカです。めっちゃピッカピカになりましたけど、粘着力は多少残ってるけど、まあ、弱くなったかなっつ感じではあるけどね。見えにくいんだけどタオルのですね毛羽みたいなのあるでしょ、ああいうのがねちょびーってやっぱりついちゃうなっていうところではありますね。戻していくわけですよ。汚れも取りつつ吸着力も復活すると、でススッともう一回やるとふわっとやって、おー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 、すげえ復活してるじゃん。このようにですねめちゃくちゃ綺麗に貼ることができました。すごいね、ほんと復活すんだね。こういうのをね本当に綺麗に、ホコリもですね一つも入らないで完璧にやるには風呂場が一番いいんですよ。風呂場っつうのはですね湿気によって細かいホコリとか全然いかないっていう空間なんだけど、そのためにねわざわざ風呂場行くのめんどくさいけどさ、こうやったら全然余裕で貼れるもんね。触り心地ですよね、すごいツルツル素材で気持ちいいっす。これ操作がしにくくなるとかそういう感じもね全然しませんよ。こんな感じシュー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 と簡単に動かすことができるし、傷ついてもね全然大丈夫っていうものみたいなんで安心して使うことができますよね。対衝撃もついてるんで、もちろん高さとかね衝撃がかかる箇所とかにもよるけれども、そういった万が一の衝撃にも耐えてくれる可能性があるというものは嬉しいですよね。他にもですね5種類の有害光線ですよ、ブルーライトとか紫外線とかそういったものもですねカットしてくれます。他にもですね特許の種類は20以上あるみたいなんで、この1枚のフィルムですよね、その中にもすごい技術がたくさんあるということで非常に楽しかった。なるほどね、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はトラスのスナピエルご紹介しました。いいところ残念なところをまとめていっていくと、めっちゃ貼りやすいね。これは簡単ですよ。普通ね、あんな風にね、真ん中からシューっていう風にやったら気泡だらけになっちゃって、取るのがめちゃくちゃ大変なんですけれども、全部がね、完璧に一回でシューって難しいけどさ、ちょっと空気が残ったところでシュー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 って押し出せば、めっちゃくちゃ綺麗に貼れます。これは過去一楽だった、本当に。例えばお菓子食べながらね、スマホをいじったからめちゃくちゃ汚れちゃったっていう場合にも、バー洗えばですね、綺麗になるっていうのも嬉しいし、吸着力も復活するんで非常に便利ですよ。復活するっていうのは楽しいんでね。タオルにちょっとついてくるようなあるじゃん、これすごいちっちゃいやつ、あれぐらいだったら確かに消すっていうことができるんで、完璧にですねまっさらな状態じゃなくっても綺麗なですね画面っていうのを映し出すことができる。まあ、見たところ全然ですね問題ないし、操作もスルスルだし、この1枚を貼るっていうのにもですね、まあ、本気を出してますよね。特許をめちゃくちゃ取ってるんで、1枚貼るだけでですよ、めちゃくちゃ実はやんなきゃいけない工程たくさんあるんですけれども、そういった人のためにもですねいろんな技術っていうのを駆使してこの1枚に注ぎ込んでるんだっていうのが本当によく分かって楽しかったですね。そうね、だから残念なところを言っていくと、100回も200回も剥がしていったら多分粘着力はなくなるかな。粘着力がなくなるっていうか、これが2回分っていうかね、この部分しかないんで、また復活できる粘着力には限界があるんで、剥がしていくと多少なりともねこう剥がす時にフィルムが曲がっていくっていう可能性もあるんで、無限大に貼り直すっていうことは、まあ一回貼ればねしばらくつけっぱなしにはなると思うんで、無限にいけるわけじゃないんだよっていうのはご理解いただいた方がよろしいかなと思います。あとは大きい粒子は無理よ、ほんとちっちゃいものだよね。そういったものだったらふわっと消し込むことができるんですけど、大きい粒子のものの場合にはしっかり除去する必要があるなというふうにも思いましたね。あと個人的にね嬉しいなと思うのが、2枚入ってるといいよね。これが全部2セット入ってると嬉しいなと。まあ、もうコストがちょっと上がっちゃうのかもしれないけど、リペアパッチがもう1セット入ってるんだっていうのが分かると超嬉しいなっていう風に思った。まあ、その分まあ倍の値段とかね、まあ、特許でめちゃくちゃ技術かかってるからコスト高になっちゃうのかなっていうところであるけど、でもそんなもんで個人的には楽しかった。すごい簡単に貼れるし、ツルッツルだし、洗えば復活するし、これもですねすぐすぐ使うわけじゃないわけですよ。普通に貼った後にはですねしばらく洗わないでしょう。で洗う時にこれを取り出してペタ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 やればいいっつだけの話なんで、万が一こういう風になった場合にも復活させ
させることができるんだっていう安心感はめちゃくちゃあるのでね、購入するコストとしても非常に手が取りやすいし、めちゃくちゃ安いもの買ってもね、気泡がまあまあ入りまくったらテンション下がるじゃないですか。で、そういったものからも逃れられるんだっていうだけでもね、非常に安心感がありますよね。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Insta、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。つなげてまた明日。